マレーシアの不思議な発見は毎日続く。リパパリでより賑やかなインド人街を抜けて、急に思い立ちクラブ街に来た。今日まで存在すら知らなかったトレック。仕事で嫌なことがあったからオールするつもりで繰り出した。前々から東南アジアは暑い昼間より涼しくなる夜が面白いと伝えたくて、チャイナタウンとかチャンカットとかハタマスとか紹介したかったんだけど、最近雨で夜は出かけない方が良くて、夕方以降雷が鳴り激しく雨が降ります。この時期にルーフトップバーやナイトマーケットに行くのはあまりおすすめできません。どうせ行くならどんより雨季より夕日が見れる4月以降に行った方がいいです。人生4回目のクラブドキドキ。今日は屋内で楽しめるクラブと、日本人におすすめ居酒屋街やショー、ジャズバー、イルミネーションなどケールの夜が楽しめる場所を紹介していきます。旅行中は夜まで楽しみたいですよね。紹介するのは女性一人で行ける場所です。でもくれぐれも気をつけてね。まずはハタマスの居酒屋街から。こちらは日本人や韓国人御用達、美味しい韓国料理と和食居酒屋が軒を連ねます。個人的に好きな居酒屋はシャカリキさん。美味しい焼き鳥とポテサラ、お寿司やお刺身が食べたい時に行きます。シャカリキさんは去年行ったんですけど、しばらく行ってなくて恋しくなり、先に皆さんにご紹介したくなりました。クアラルンプールで和食を食べると、寿司は基本シャリが小さかったり、揚げ玉がなぜか巻かれた巻き寿司が出てきたり、切なくなったりしたけど、ハタマスなら大丈夫だと思います。行ってみたいお店は魚カツ、海鮮丼や明太丼を食べてみたい。食べ物の味に正直すぎるナンシー、本当に美味しいものしか紹介してません。ハタマスにある居酒屋は口コミもよく、裏切らない酒のつまみが味わえるよ。あとね、飲んだ後はジェラートいかが？ここのジェラート本当に美味しいよ。ちなみにハタマスまではグラブが早いです。バスだとちょっと時間がかかります。雨の中グラブは料金も上がりがちですが、渋滞になる18時前なら2分の1くらいの金額でした。では次の夜遊びスポットを紹介します。やはりチャンカット通りですよね。ブキビッタンからちょっと歩けば着きます。おしゃれなバーが多く、どこに入るか悩むくらい。海外の観光客が多く気軽に立ち寄れます。水曜日はレディースデーだったり、ハッピーアワーを狙うのがおすすめ。チャンカットにあったノーブラックタイというおしゃれなジャズバーが閉業したことが残念。では次はジャズバーを紹介したいと思います。ノーブラックタイが閉業してしまい、ジャズバーが限られてしまいました。こちらはクリスマスなど特別な日に行くのにおすすめ。それがボボケールです。場所はバンサー中心から少し離れていて、
住宅地に位置しています。先にホームページから予約し、チケットを購入します。店内の雰囲気もさることながら、本当に素敵なジャズを聴けて、思い出に残る夜になるでしょう。次はショーです。KLCC の噴水ショーは必見。壮大な音楽に合わせてカラフルにライトアップされた水のダンス。たまに時間が変わりますが、毎晩20時、21時、22時にあります。ぜひご覧ください。レッドデックに行く前に見ることもできます。最後はイルミネーションというか、綺麗なライトアップがされた場所です。よく昼間行くと思いますが、実は夜が賑やか。フワイチャーホーン。英語だとゴーストレーン。まるで秘密基地のような懐かしい空間。レトロでノスタルジックな提灯に癒されます。チャイナタウン周辺は、夜に可愛くライトアップされたカフェばかり。チャイナタウンのバーでお酒を飲むのもおすすめ。懐かしいチャイナタウンの夜遊びでした。雨が降ってきましたね。雨も止まないし、クラブに戻らず帰ることに。最後のライトアップスポットはこちらです。まるでナバナの里のトンネルみたい？ちょっと大げさでした。ナバナの里のトンネル、イルミネーション、本当に感動するから。まだ行ったことがない人はKLに来る前に行ってみてください。